ソリンと全然違って、こう後ろからこうガンって押される感じでとても速かったです。千代選手のファンなのですごくあのラッキーで、今年一番 の、 あのご褒美だと思って。早速すごすぎて目が飛び出そうになりました。音も聞いたことがないような音で初めて乗ってすごい楽しかったです。実際やっぱ加速がものすごいとか、あのすごい迫力だったとか言ってくれて、でその一つのイベントとしてすごく僕自身も楽しい一日でした。